ピクチャレスクは、ウィリアム・ギルピンの主として、ピクチャレスク首に関して、ワイカワ及び南ウェールズのいくつかの地形その他の1770年夏に、なされた観察によって、1782年に初めて、イギリスに文化的な議論として導入された、神秘上の理念である。この書は、ピクチャレスク首の規則に従ってある地方の表情を、吟味する、よ暇旅行者を強化した実用本だった。 ゴシックやケルト主義といった神秘的文化的陣営と、共に、ピクチャレスクは、18世紀に新たに出現しつつあった、ロマン主義的感性の一部を成していた。修道院廃墟の美。ザ・チャンスル・アンド・クロッシング・オブ・ティン・ターン・アビー、ルッキング・トゥアーズ・ザ・イースト・ウィンドウ、JMW ・ターナー、1794年ギルピンの署名が示唆するように、ピクチャレスクは、 他の二つの神秘理念との関係において説明を要するものである。その二つとは美と通行である。すでに18世紀も残り3分の1となる頃には、神秘に関する啓蒙合理主義の理念は、美と通行の経験を非合理的なものとして見ることで疑問視されつつあった。神秘経験は単純な合理判断ではなく引く人は魅力的な曲線形態を見て、 それを美しいと判断するわけではないむしろそれは人の基本本能の問題であり自然とやってくるものなのである。1757年の美と崇高の理念の起源に関する哲学的考察においてエドマンドバークは柔らかで穏やかな曲線は男性の性的欲望に訴え一方で崇高な恐怖は我々の自己防御の欲望に訴えると考えられると述べた。 ビと数高という合理的に理念化された状態の間の存在の可能性を示しつつ、なおかつこのビと数高という対立理念の調停者としてピクチャリスクは登場した。トーマス・グレーが1765年にスコットランド・ハイランド地方について書いたように、この山々は高骨とさせる、それ以外の何者でもない、かくなる恐怖にかくなる美がいかに結合するかを 神は知りたまう。上述のピクチャレスクをめぐる言説に影響を受け、18世紀初期から主流となっていた新古典主義建築に対する反発もあって、18世紀後期から19世紀初期にかけてピクチャレスクな建築、造園が流行った。ピクチャレスクを得意とした建築、造園家にウィリアム・ケント、ジョン・ナッシュラがいる。ピクチャレスクは、 ある特定の建築様式を指す言葉ではないが、一般に自由な構成、不規則性、荒々しさ、創造性、幻想性、多様性、折衷主義などを特徴とするものを指す。ありがとうございます。